大仙古墳が世界遺産に登録をされまして、そこの海っ側に来ております。これはガイダンス施設建設に先立ち土壌調査を実施したらヒ素が出たよというようなやつが載ってるんですけども、この土地ですね、これ旧のテニスコートなんです。大阪女子大のね、風の土地やったんですけども、学者が移転をいたしました。これここに看板が書いてあるな、ちょうどいいですね。普代の中に移転をしましたということが、この看板ですね。平成19年4月から普代の中に大阪女子大が移転をしたということが書いてあるんですけども、そしてですね、ここも名残がございますね。70周年記念ホールとか女性学研究センターとかね、この奥にあったんですけども、あのテニスコートの後ですね、この辺り一帯を約9億円をかけて堺市が購入をいたしまして、そしてここへガイダンス施設というようなもので、高さ8メーターほどの建物を建てて、こっち側ですね、これ大仙古墳なんですけども、ここの稜線程度が見えるんじゃないかというようなことで、施設をここへ作ろうかということになっておったわけですけども、長藤市長に代わりまして、もうやめとけということになっております。問題なのはですね、土地を買うたことはまあ問題じゃないんです。どっちにしたってこれ堺市が大阪府の土地ですけども、府も買えと言うやろし、市ももうこれ買わなしゃあないよねと、府地地区としてね、ということで買わなしゃあないよねという場所であったんですけども、問題なのはもう入札かけますせと、実施設計までもうできておったわけですわ。そこまで金かけて時間かけてやったものを、職員の腰をボキッと折るようなね、そういうことをやめさせて、どうやねんというね。でガイダンス施設自体はいらんとは言うてないんですよ。だからガイダンス機能を持ったもんは何かを考えて長藤市長もやらなしゃあないというふうに思ってるんでしょうけども、で観光の面で考えれば、まあこれで済めばよかったんですけども、熱気球を飛ばしたいというね、これ吉村知事が考えて、何の意味があるのか分かりませんよ、熱気球ね。熱気球を飛ばしたいというような考えで、もちろん長渕市長というのは吉村知事に市長選挙落ちてからの約2年間買われておったわけですから、吉村奴隷として長藤市長はもちろんそれは効きますよということで、熱気球を上げるように堺市観光課の方も軸足を置いておるというような話です。つい最近であれば長藤市長も乗っておったんですけども、ヘリコプターを飛ばしてね、上空から鍵型を見ようかというようなことをやっておりましたけども、これ森ばっかり映してるからようわからんと思うんですけども、これすぐそばは住宅地です。堺の市役所見えますね。この下もこれ別に森じゃないんですよ。すぐ下に住宅地が広がっております。こんなところでこの大仙古墳の周り、住宅地が取り囲むような形になっておりますので、上空をヘリコプターが飛べばもううるさってしゃあないわけです。もちろんその時には堺市役所に対してうるさいということで苦情の電話何本も入っております。 G20 がありましたけども、その際においても南大阪のあたりをヘリコプター、大阪府警のヘリコプターでしょうね、バラ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 とよう飛んでたわけですよ。夜になっても飛んでおりました。南港だけで飛んどけよというふうに思った南大阪の市民はどれほどおったかということです。岸和田でも確かにうるさいぐらいバラ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 と盤に音がしておりました。まあ、だからヘリコプターをここへ飛ばすのはもう無理なんですよね。月に1回ぐらい飛ばすぐらいやったら、日中であれば文句はそんなに出ないんでしょうけども、頻繁にヘリコプターをここを飛ばすということは無理です。ということで熱気球しておりますけども、熱気球自体も3、40メーターしか上がりませんので、それでは見えないでしょうと。そうなればヘリウムガスを入れてもっと上上げるのかと。その場合には綱をつけて係留をしておかなければ上の方に行って風でまあどこへ流されるかわからんし、人が乗ってるとこもひっくり返って人間が落ちてくるという可能性もあるので、ヘリウムガスを使って上空へ飛ばすのかどうするのかというのをまた堺市考えるんでしょうけども、熱気球がええのか、それともこの約9億円かかって買った 1.5 ヘクタールの土地、
そしてガイダンス施設もう発注間近になっておった、実施設計までできておったものをやめましたけれども、これええのかということが今後堺市でまた問われると思います。